ドンヘンリードンヘンリーはアメリカ合衆国テキサス州出身のドラマー、歌手、カントリーロックバンドイーグルスのメンバーとして知られる。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第87位。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第85位。リンダロンシュタットのバックバンドを経て1971年に イーグルスを結成。グレンフライと共に、イーグルスのレコードデビュー時から在籍するオリジナルメンバーの一人。バンド内においては主要、ソングライター、ドラマー、そしてボーカリストとして活躍した。最近は、ボーカリストとしての面が比重が多くなっており、ドラムを演奏することは少なくなっている。1980年、イーグルスの活動が停止。 1981年10月、スティービー・ニックスとの連名で、シングル、レザーレースを発表。全米6位を記録。1982年8月、ファーストアルバム、I Can't Stand Still を発表。1984年のシングル、The Boys of Summer は、全米5位を記録し、グラミー賞のベストロックボーカル部門を受賞。 ヘンリー・レシービング、A グラミー1990・イン1990-1989年のアルバム、エンド・オブ・ジー・ノセンスには、ブルース・ホー・ンズ・ビー、テイク・ロク、アクセル・ローズ、ウェイン・ショーター等が参加。同作で、再びグラミー賞ベストロック・ボーカル部門を受賞した。ありがとうございます。